皆様、本日は JenScript ウェビナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めます JenScript の牟田園と申します。どうぞよろしくお願いいたします。初めてお目にかかる方のために JenScript について少しご説明させていただきます。JenScript はライフサイエンスのサービスや製品を提供する世界有数のバイオテク企業です。遺伝子合成、ペプチド、タンパク質、抗体、全臨床医薬品開発サービスの能力を持ち、基礎的な生命科学研究と初期段階の創薬サービスを専門とする一流のバイオテク企業として国際的に認められております。本日のウェビナーは、アイゴナド法によるゲノム編集動物の作成というテーマで、大塚正人教授にお話しいただきます。大塚教授は、東海大学医学部にて研究室を主催されておられます。大塚教授の研究グループは、これまでに著名な学術誌に100本を超える論文を発表されており、研究分野を牽引しておられます。主な研究テーマは、マウスの遺伝学、生殖工学、モデル動物の作成、および器官や生殖組織への効率的な遺伝子導入のための新技術の確立です。本ウェビナーの所要時間は約40分を予定しております。ご質問はチャットボックスに入力していただければ、後日メールにてお答えいたします。それでは大塚教授によるウェビナーを始めさせていただきます。大塚教授、どうぞよろしくお願いいたします。それでは始めさせていただきたいと思います。ご紹介いただき誠にありがとうございました。東海大学医学部の大塚と申します。このような機会を与えていただき、大変感謝しております。本日は、ゲノム編集動物作成法である、アイゴナット法という独自の手法についてご紹介したいと思います。ここに挙げましたのは、本日のプレゼンの流れになります。この順番で一つずつ紹介していきたいというふうに思っております。まずは最初はですね、クリスパーゲノム編集技術ができる前にはどのように遺伝子改変動物、遺伝子改変マウス等が作られていたのかといった方法に関して紹介したいと思います。遺伝子改変動物というのは、インビボネの遺伝子機能解析、もしくはその人の疾患、モデル動物として世界中で幅広く使用されています。したがって、より良い遺伝子改変動物を作成するということが、非常に重要なことになるわけです。で、以前は、大きく分けて2つの方法で遺伝子改変動物、特に遺伝子改変マウスというものが作成されていました。1つは、左側の顕微注入法による方法です。これはマウスの受精卵に細い針を通して、DNA 溶液ですね、を注入して、作成すると、トランスジェニックマウスを作成するような、方法です。で、もう1つは、ES 細胞を介した遺伝子ターゲティング法という方法になります。これは、培養細胞としての ES 細胞、多能性幹細胞の中で、ある、DNA のフラグメントを導入して、目的の遺伝子領域が置き換わったものをピックアップして、そこからマウス個体を作っていくというような方法になります。で、まずこちら側の顕微注入法に関してですけれども、これは比較的簡便な方法ではあるんですけれども、導入した遺伝子というのがゲノム上のどこに何コピー入るかということをコントロールすることができない方法です。したがって、せっかくその導入遺伝子が入ったようなトランスジェニックマウスが取れても、その発現パターンというものに再現性がなかったり、ひどい場合は全く発現しないということが、起こったりします。で、一方で、ES 細胞を介してジーンターゲティング法、遺伝子ターゲティング法を用いると、1コピーの、DNA のフラグメントを狙ったゲノム領域に入れることが可能です。それによって、例えばノックイン動物を作った場合には、その目的で遺伝子の発現というものが期待通りであることっていうことが非常に多くて、また狙った遺伝子を壊す、ノックアウト動物等を作ることも可能な方法です。しかしながら、このジーンターゲティング法による方法に関しては、非常に労力や時間およびコストがかかる方法で、実際に目的のマウスを得られるまでに数年ぐらいかかったりするようなことがありました。そのような中、クリスパーゲノム編集技術というものができてきて、より簡便に目的の、より優れた、
質の良い遺伝あのモデル動物というものが作れるようになったんですが、ここから、アイゴナット法も含めて、そういったゲノム編集技術を用いた方法に関して紹介していきたいと思います。まず、そのクリスパーゲノム編集技術に関して簡単におさらいしますと、クリスパーを使って、標的領域を編集するためには、大きく分けて2つのコンポーネントを用います。1つは、Cas9 タンパク質という DNA あの切断活性を持った、酵素です。で、もう1つは、その酵素、Cas9 の、 あのタンパク質を標的領域に、移動させるために必要な、ガイド RNA という短い RNA の配列です。で、そのガイド RNA のその5ダッシュ下の20塩基ほどっていうのは、その標的配列の DNA の、あのゲノム上の DNA の配列に相互的な配列を持ったものを、人工的に設計することが可能です。それを、そのガイド RNA と Cas9 のタンパク質を用いて、標的領域 の、 あのゲノムの DNA 配列に DNA 二本差切断、ダブルストランドブレイク、DSB を、導入することが可能です。で、そうやって導入されて、された DNA の二本差切断箇所というのは、その細胞がもともと持っている、DNA の修復系ですね、2つの、メジャーなあのパスウェイがあるんですけれども、それを用いて修復されることになります。で、その修復経路をうまく利用して、標的領域にゲノム編集というものを生じさせるわけです。で、1つは、エラープロンの NATJ パスウェイというもので、これは切れてしまったところをとにかく早くくっつけてしまおうというようなことを行うんですが、正確に戻って修復された場合というのは、またそこが同じように切断されてしまうので、そういったことを繰り返しているうちに、短いそのインサーションやデリーション、インデルが入って、そこの遺伝子が壊れてしまうといったことが起こります。で、一方で HDR パスウェイというのは非常に正確な、修復経路なんですけれども、切れたところの、両端に、相互的な配列をうまくこう利用して、修復するような、経なんですが、例えばこの時に外から、DNA 断片を導入したりした場合に、その DNA 断片の両端にですね、この切れたところに相同な配列を、付加しておくと、相同組み換えを利用してうまくきれいにここに、DNA フラグメントを挿入することができるといったことで、ノックイン動物作成等に利用されたりします。こういったノックアウトやノックインというものが、ゲノム編集、クリスパー、特にクリスパーゲノム編集技術を用いると簡単にできるようになってきました。では、どのようにクリスパーゲノム編集技術を用いて、ゲノム編集動物、特にマウスですね、作っていくかというと、先ほどお話ししました、顕微注入法という比較的シンプルな方法を用いて、ノックアウトやノックインも行うことが可能になってきています。で、その大きな流れなんですけれども、まずその2ペアの動物を準備する必要があります。で、1つ目の動物というのは、受精卵を回収するための妊娠メスマウスです。で、その妊娠したメスマウスをサクリファイして、受精卵を体外に取り出し、その体外に取り出した受精卵にゲノム編集試薬を、顕微注入法という非常に高価な機器を用いて、またその高度な技術を使って注入する方法ですね。こういった方法で、導入したり、もしくは最近よく行われるのは、インビトロのエレクトロポレーションですね。いう方法を用いると、多数の受精卵を、こういった電極のに挟んで、一度に電気パルスを与えることでゲノム編集試薬を、体外で導入してあげるということが可能です。このように処置された受精卵に関してはその後もう 1ペアの、マウスを用いて準備した偽妊娠状態 の、 メスマウスを、用いて、その卵管に移植します。そうするとこの偽妊娠メスマウスが、妊娠を継続して、ゲノム編集動物を出産するといった流れになります。いずれにしましても体外での配送が必要になるという点と、あと2ペアのマウスを準備しなくてはいけないといったことになります。これが多くのところで行われるゲノム編集動物作成法なんですけれども、本日ご紹介しますアイゴナット法に関しましては、この採卵や体外での操作、また移植といったステップを完全にスキップできる方法になります。さらに、この2番目のマウスを準備したり維持する必要がないといった方法になります。
それではどのようにゲノム編集動物が作られるのかというと、この妊娠マウスそのものに、の卵管の中にですね、ゲノム編集試薬を注入し、エレクトロポレーションをこの卵管に対してかけることで、そのままこのメスマウスが妊娠を、して出産するといった流れになります。それでは、このゴナット法の、ステップに関してもう少し詳しく、お話したいと思います。このように、メイとして、うまくメイトしたメスマウスをですね、準備して、その日のうちにですね、このメスマウスを麻酔して、背中を切開し、このメスマウスの、背中から、卵巣や卵管を露出させます。このような感じですね。で、その露出した卵管の中に、実体顕微鏡を覗きながらガラスキャピラリーを用いてゲノム編集試薬を、息で吹いて注入します。で、この、卵管の中には受精卵が入っているので、受精卵の周りに、ゲノム編集試薬がたくさん届いているというような状態になります。で、その後すぐにですね、ピンセット型の電極を使用して、この卵管全体を挟んで電気パルスをかけます。そうしますと、ここの、クリスパーゲノム編集試薬が受精卵の中に入っていくといった流れになります。で、このステップを、終えた後は、このメスマウスそのものの中にこういった卵巣や卵管を元の位置に戻してあげて、麻酔から覚まして、そのまま妊娠を継続して、ゲノム編集動物を出産させるといった流れになります。では、そういったアイゴナット法を行うときに何を準備したらいいのかというと、ここの写真に挙げたものになります。まず一番重要なのは、エレクトロポレーターですね。このようなエレクトロポレーターの機器と、それに接続したピンセット型の電極になります。また多くのステップを実体顕微鏡を除いて行うので、まあ安いものでもいいんですけれども、こういった実体顕微鏡を準備する必要があります。またマイクロサージリを行うために必要な解剖道具というものをこのように準備します。で、もう一つはですね、卵管の中にガラスキャピラリーを用いて、溶液を注入するんですけれども、このガラスキャピラリーを用いるツールというものが、ここに挙げた、図で示したものになります。これは自作することができるんですけれども、このこちら側をですね、口で、加えてですね、息を吸ったり吐いたりすると、このガラスキャピラリーを使って溶液を吸ったり、出したりすることが可能です。で、このような、ツールを準備することができたら、次に妊娠メスマウスを準備する必要があります。で、マウスは生殖器があるので、ちょうどいい生殖器に値する、相当するメスマウスを見つけて、それをオスマウスと交配させます。で、この場合ですね、発情前期のマウスを、見出す必要があるんですけれども、ここで言うと、まあ、こんな感じですね。まあ、お尻の部分が少しこう赤っぽくて、少しこうぷっくらした感じのものを、見つけて、それをオスマウスと交配させます。そうすると、うまくいくと次の日にですね、交配した、しましたよという、目印になる、この、膣腺というプラグと呼ばれるものが、この白い、ものですね。これが、見ることができます。うまく交配しなかったものは、そういったものが見えません。なので、こういったプラグがついたメスマウスを、アイゴナット処置をする、その日の朝までに準備しておくというようなことになり、そういったプラグ付きのマウスを、その日の午後4時以降に使用するといったことになります。で、このように、妊娠した、まあ、プラグがついたメスマウスが準備ができたら、実際にアイゴナット法を行うまでの間に、注入する溶液を準備する必要があります。それは、ここに、挙げたような量で、混合するんですけれども、まあ、ガイド RNA や、ちょっとしたノックインを行う場合は SSODN、またキャス内のタンパク質、それと、溶液に色をつけたい場合は、ファストグリーンなどを、混合します。で、ここに挙げた、最終濃度ですね。というのは、顕微注入法で用いるときよりも10倍から100倍ぐらい濃いものになっているんですけれども、まあ、トータル10マイクロリッターの溶液を準備した場合、3匹のメスマウスに、処置をすることが可能です。1個の卵管あたり 1.5 マイクロリッターの溶液を、使用します。1匹のメスマウスは2個の卵管を持っているので、3マイクロリッター1匹あたり、まあ、使用するといった計算になります。で、このように、溶液を、準備することができたら、次に、その
メスマウスを用いて、マイクロサージェリーを行います。で、実際に背中から卵巣や卵管を引き出すんですけれども、麻酔科でですね、このように背側の皮膚を切開し、切開します。で、そうすると、内側に、背側の筋肉が見えるんですけれども、その筋肉と皮膚の間にあるちょっと薄い膜をこのように覗いてあげて、ペーパータオル の、あのかけらですね、それを、このように、切開した部分の右側に置きます。その上に卵巣や卵管を引き出して乗せるといったことになります。で、ここで、まあ、背側の筋肉が見えるんですけれども、そこをピンセットで挟んで、ハサミを入れると、少し小さな穴が開いて、中に白い、この脂肪が見えます。その脂肪をピンセットで掴んで、引き出すと、このように、卵巣や卵管が、一緒にくっついて出てきます。で、クレンメを用いて脂肪をつまんで、その位置を固定するんですけれども、このように、出してですね、で、クレンメを前後に、回転させながら、ちょうどいい位置に、卵管が来るように、調整します。で、これが卵巣で、こちらが卵管。で、特にこのぷくっとこう、パンパンに膨らんで見える部分が卵管膨大部といって、この中に受精卵が入っているというようなものになります。はい。まあ、このような位置合わせが行えれば OK です。で、次にですね、アイゴナット特有の処置である、卵管への溶液の注入とエレクトロプレーションに関して動画で説明したいと思います。で、このあたりが大体その卵管膨大部なんですが、それより上流側ですね、の卵管にガラスキャピラリーで、を刺して、溶液を注入します。今、息で拭いたんですけれども、この卵管がぷくっと膨れたのがわかるかと思います。まあ、このぐらい入れればもう十分なんですけれども、まあ、少し多めに、入れています。で、これで注入は OK です。で、注入した後の卵管はですね、キムワイプ片でこのように覆います。で、覆った後にピンセットタイプの電極で、ここを挟みます。ここでは、直径3ミリの平板の電極を用いてるんですけれども、こんな感じですね。で、このように、この卵管を挟んで、電気パルスをかけます。パルスがうまくかかると、電極の間に小さい泡が、このように、出てくるのが見えるかと思います。これで一つの卵管の処置は終わりというようなことになります。で、ここでは透明な溶液を用いたんですけれども、先ほど説明しましたファストグリーン の、あの溶液を加えますと、このように色がついて見えるので、どこにどの程度入ったのかっていうものが、例えばこのようにキムワイプで覆っても、大体の位置を確認することができるので、特に初心者には、色をつけた方がやりやすいんじゃないかというふうに思います。はい。で、両方の卵管の処置が終わりましたら、最終的にですね、クレンメを外して、またキムワイプも外して、ペーパータオルも外すと。で、卵巣や卵管っていうのは、この筋肉の内側に元あった位置に、こう、ピンセットを使って戻してあげて、最終的に背側の切開した部分をクリップで止めてですね、麻酔が冷めるまで、体を温めながら、待つというような流れになります。それではこういったステップで行ったアイゴナット法を用いて、どのようなマウスを作ることができるのかについて簡単に説明していきたいと思います。まず左側ですね。これは遺伝子をインデルミューテーションを入れて壊すような実験になります。で、ここでは FOX-E3 と呼ばれる、まあ、転写因子。これは白内障に関連していることが分かっている転写因子なんですけれども、それのこの部分にガイド RNA を設計して、アイゴナット法でこの遺伝子を潰してあげるような実験を行いました。で、特にですね、Cas9 をタンパク質を使って入れると非常に効率よく遺伝子を壊すことができて、最終的にこのような白内障のモデルを作ることができます。これは非常にこう効率よく動きます。またですね、このようなちょっとした短い、一本差 DNA ですね、SSODN、大体200マー以下のものを使うんですけれども、そういったものを用いてノックインするということも比較的簡単にできます。ここでは、アルビノの表現系を示す ICR マウスですね、これのチロシナーゼ遺伝子を標的としているんですけれども、アルビノのマウスはこのメラニン合成に関連するチロシナーゼ遺伝子が壊れていまして、このエクソン1のこの部分にポイントミューテーションを含んでいます。そこにガイド RNA を設計して、また野生型の配列を持っている SSODN で
この部分を、リペアしてあげるような実験を行いました。その結果ですね、まあ、非常に効率よく、メラニン色素が、できる、きちんと回復したような個体を得ることができます。大体、まあ、50% 弱ぐらいの効率で、まあ、少なくともこの老化ではこういったノックインが動くことが分かりました。他にはですね、ここでは 16.2 キロベースのレトロトランスポゾンの配列を含んだ部分を完全に検出させるようなことを行いました。ここでは2種類のガイド RNA を用いているんですが、このような方法で遺伝子の検出というものも十分高い効率で行うことが可能です。またこちらはですね、まあ、少々チャレンジングな実験であるんですけれども、中部大学の岩田先生たちのグループは、4.54MB もの非常にこう長い領域をですね、インバージョンさせることに、まあ、アイゴナット法で成功しましたというような報告も出されています。はい。まあ、このようなことが可能なアイゴナット法ですけれども、まだまだ、いろいろと改善しなくてはいけないような部分があります。で、その中の一つは、マウスで最もポピュラーなストレインである C57BL6、まあ、ブラック6とか B6 とか呼ばれる、系統がありますが、その系統でのアイゴナット法は難しいというようなお話を、何度も耳にしたことがあります。例えば、B6 系統ではアイゴナット法が成功しないとか、子供が生まれてこないとか、まあ、そういったようなことを、聞きました。で、ブラック6の受精卵というのは電気刺激に非常に弱いので、そういった電気条件をまず最適化する必要があるんじゃないかというふうに考えました。そこでまず最初に、これはブラック6ではなくて MCH-ICR という電気に比較的強い系統のマウスなんですが、それを用いて電気条件を振ってどのぐらいだったらゲノム編集が可能かということを調べました。で、ここでは電流値を 50mA から 400mA まで振り、1つの条件あたり2匹のメスマウスを用いてアイゴナット法を行い、チロシナーゼを遺伝子をターゲットとしたゲノム編集を行ってみました。で、妊娠中期肺で、胎児を回収し、実際に、どのような感じだったのか見てみましたところ、50mA では、このグレーのバーというのは回収できた胎児の数になります。たくさんの胎児は回収できるんですけれども、実際にゲノム編集が起こった個体はいなかったと。まあ、この黄色のバーがそのゲノム編集が起こった個体の数を、示しています。で、この系統ではですね、100mA から 200mA ぐらいの条件がちょうど良さそうなんではないかというふうに、いうようなことを示唆する結果が得られました。で、実際に、現在この系統を用いるときは 150mA でアイゴナットを処置しています。それではブラック6マウスではどうなのかということを次に、実験を行いました。で、ここでは 100mA もしくは 150mA の、パルスをかけるような実験を行いました。それぞれ5匹ずつのメスマウスを準備し、この場合はですね、卵管を引き出すけれども、溶液は注入せずに、引き出した卵管にそのままパルスをかけて、そのまま戻して妊娠を継続させるような実験を行いました。その結果ですね、100mA ではすべてのメスマウスが妊娠して、そこから33個体もの胎児を得ることができたんですけれども、150mA ですと、その数がずっとこう減ることが分かりました。したがって100mA の方がよりベターではないかということが分かったわけです。そこで次に、100mA の条件で実際にアイゴナット法を行ってみることにしました。その結果はこれになります。で、標的遺伝子は、チロシナーゼ遺伝子です。で、ブラック6系統はこのように色がついていますので、標的遺伝子が両アリルがノックアウトされると色素が、見られなくなるというような表現系が期待されるわけです。で、10匹の妊娠メスマウスに関してアイゴナット法を行ったところ、すべてが、妊娠を継続し、最終的に48個体の胎児を得ることができました。で、実際に表現系を見てみたところ、90% が色素がないようなものであったと、すなわち両アリルが潰れているということが、分かりました。また、片アリルだけが潰れているような個体も含めますと、96% もの個体が、何らかのゲノム編集を受けていたということが、分かり、非常に高い効率で、ゲノム編集が B6 系統でもできるということが分かったわけです。
これは、まだ未発表のデータなんですけれども、こういった方法を用いて、ブラックシックスマウス系統を用い、実際に人型の疾患モデル等を作ることにも成功しています。ここでは、フェニルケタン尿症のモデルマウスを使った作った例ですけれども、この場合ですね、2箇所のガイド RNA を設計し、そこを同時に切って、SSODN200 ベースか、まあ、ちょっとそれより短いぐらいの SSODN を用いて、人型の変異を持った配列と、に置換するようなことを行った結果、実際にですね、そういった、マウスが取れてきて、できてきた、まあ、ホモのマウスでは、人のフェニルケトン尿症の患者さんと、同じ表現型を示すということが、分かっています。このようにブラックシックスマウスでも十分人型のモデル動物を作るということが可能になったかというふうに言えます。はい。で、次にですね、より大きな配列のノックインができないかということで、まあ実際には、SSODN を用いたノックインというのは非常に効率よく動くんですけれども、200ベースより大きい SSDNA 等のドナーベクター、ドナー DNA を用いてノックインしたいといったニーズは多々あるかと思います。ここでですね、ちょっと本題からずれるんですが、我々が最近、まあ、別件の、別の研究で行った、マウスに関して紹介させてください。これはですね、遺伝子治療等を行う上で、実際にゲノム編集、技術を用いた遺伝子治療を目指す上で、そのゲノム編集試薬というものを標的の臓器にいかに効率よくデリバーするか。またその標的の細胞でいかに効率よくゲノム編集を起こすかということは非常に重要な課題であり、そういったことをインビボで評価できるようなモデルというものの開発が望まれていました。そのような状況の中、我々はその全身で GFP 傾向遺伝子を発現するようなマウスから、その GFP 遺伝子をこう壊してあげて、まあ、フレームがずれるような形にしてあげたマウスを作りました。でこういった、ここでデルタ EDFP トランスニックマウスと書いてありますが、こういったマウスを用いると、うまくこの GFP のフレームを戻してあげるようなゲノム編集を行うと、そのフレームが戻ったところ、細胞ではこのようにまたGFP の傾向が発現するようになるといった、システムのマウスになります。まあ、実際こういった、マウスを用いて、これまでに、例えばその肝臓にゲノム編集試薬をデリバーする際に、まあ、プラスミド DNA で入れるよりも、タンパク質、RNP ですね、を用いて入れた方がより効率がいいですよというようなことを示すような、論文等を発表しているんですけれども、まあ、この時にですね、Cas9 だけでなくて、まあ、実はガイド RNA もそのプラスミドもしくはそのクリスパー RNA、トレーサー RNA のコンプレックスで、まあ、入れるようなことを、行っていました。ただその場合によってはそのガイド RNA 自体をもともとこのマウスの中で発現させておくとまあ便利な場合もちょっとあったのでそういったガイド RNA を発現するようなカセットをさらに導入したマウスを作成することにしました。でその時にですねまあ必要なカセットの大きさというものがアームを含めて500ベースぐらいになるというようなことにが分かりました。で実際、一本差 DNA を、まあ、アイゴナット法で導入する場合ですね、非常にたくさんの量の DNA を、必要とするので、自分自身で合成するというのは、なかなかちょっと労力的には難しいんですね。そこで、今回はそのジンスクリプトさんとの、共同研究ベースでですね、こういった長い一本差 DNA というものを合成していただいて、それを、ノックイン動物作成に、利用するような、実験を行いました。でその時に、シンプルなその SSDNA、一本差 DNA だけではなくて、ホスホロチオエイト、まあ、PS 修飾をした一本差 DNA も、実際に、合成していただき、それも、使用してみることにしました。また、方法としては、アイゴナット法だけでなく、従来のその顕微注入法も、同時に、行い、ちょっと比較等をしてみました。でちなみに、この、カセットに関しては、ローザ26ローカスに、ノックインするような、実験となっています。で実際に、そういった、ノックイン実験を行った結果ですね、まあ、こちらがアイゴナット法、こちらがマイクロインジェクション法で得られた、個体の、タイピング結果ですけれども、このゲル A 銅像の下の方のバンドですね、これに関しては野生型の、
動物からも得られるバンドになります。で、一方でこの上の方のバンドに関してはうまくノックインできた個体で増えるようなサイズのバンドになっています。まあ、これを見ると明らかの通り、マイクロインジェクション法だけではなくてアイゴナット法でも十分、高い効率でノックイン個体が取れているということがわかるかと思います。またこの赤い枠に関しては、PS 修飾した、SSDNA を用いたものであり、黄色い枠の方は、PS なし の, そのシンプルな、SSDNA を用いたものとなっています。で、結果の詳細は、この表に挙げた通りなんですけれども、まあ、アイゴナット法、マイクロインジェクション法、いずれの場合もですね、この実験に関しては、PS 修飾をした SSDNA でノックイン効率が非常にこう良さそうだということが分かりました。また、そのノックイン効率、アイゴナット法でのノックイン効率も、まあ、顕微注入法と比べて全く遜色がない、非常に高い効率でノックインすることが可能だということが、分かりました。まあ、少なくともこの実験では PS 修飾がまあ良さそうだという結果を得られましたが、まあ、今後その再現性というものは確認していく必要があるかと思います。で、実際に得られた個体のですね、ノックイン部分のノックインした部分の配列を3がシークエンス法で確認した結果、このようにですね、アームの外側から PCR を行って、ダイレクトシークエンスを行ったんですけれども、このように、まあ、非常に、正確にですね、な、DNA が、配列がきちんとノックインされているということが分かりました。また、このガイド RNA のノックインマウスと、その先ほどのデルタ EGFP ノックインマウスを、まあ、掛け合わせて両方の遺伝子を持ったマウスを用いて、そのマウスにですね、Cas9 のタンパク質のみを、肝臓にデリバーしてあげた場合ですね、このように、ちゃんと標的の細胞でですね、ゲノム編集が起こって、傾向が発することが分かりました。したがって、このガイド RNA 発現カセットというものがきちんとワークしていることが、これで確認できたわけです。はい。で、それではより長い DNA ではどうなのかということで、これは我々は以前にですね、もうちょっと長い、カセットですね、蛍光遺伝子を含むぐらいの 1KB よりちょっと短いぐらいのカセット、SSDNA をですね、この場合は自分自身で合成して、ノックイン実験に使ったことがあります。この時は逆転射酵素を利用した、方法で使う、ドナー DNA を調整したんですけれども、まあ、実際にですね、ノックインすることは可能です。ただ、この時は一番こういい、これまでにいいノックイン効率で、これ以上のものは、の効率でノックインすることはまだまだちょっと難しいということもあり、より何らかの工夫が必要ではないかというふうに、現時点では考えています。はい。ノックインとも少し絡むんですけれども、もう一つはコンディショナルなノックアウト動物ですね。フロックスカセットを、ロックス P の配列をエクソンの両脇に、挿入したような、そういったフロックスカセットを持った、コンディショナルノックアウト動物というものは、まあ、ニーズが高くて、そういった動物を簡単に、作ることができないかといった、実験というものはよく行われています。で、アイゴナット法に関連するものでも、今、現時点までに2つほど、報告が出ています。1つはシークエンシャルアイゴナットというもので、これはロックス P、2つのロックス P 配列を別な時期に挿入してあげるということを行い、それによって一度にこう2つのガイド RNA を効かせたときには、その間がデリーションによって抜けてしまうことが多いんですが、それをまあ回避しようというような方法になります。で、まあ、2日間連続でですね、同じマウスに関して2回連続してアイゴナット法を行いましょうというような、要するに1細胞期で片方のロックスピを入れて、2細胞期にもう1つ入れてということを想定した実験になります。で、実際にその標的領域ではインデルミューテーションはそれぞれの領域に関して起こっていることは分かったんですけれども、まだフロックスとしてきちんとまだ入ったものは取れていないような状況となっています。で、もう一つはですね、ジョージア大学のペンペン博士たちのグループの報告なんですけれども、こちらはですね、シンプルに2つのガイド RNA と2つの短い SSODN ですね、ロックス P をそれぞれ持っているようなものを使って、同時に一気に入れてあげるような実験です。まあ、彼らは実際に5箇所ぐらいの老化所に関してフロックスマウスをアイゴナット法で、
入れることに成功しているので、こういった方法でもまあ十分できるのかなというふうに思っています。我々はまだトライしていないんですけれども、まあ、機会があったらやってみたいなというふうに考えています。はい。で、最後はですね、マウス以外の生物種ではアイゴナット法がどうなのかというようなことになります。で、マウス以外ではですね、そのラットで、資源医学研究所の松山先生たちのグループ、また続いて浜松医科大学の高林先生たちのグループがですね、行った方の成功例をこのように発表しています。で、最近は我々もですね、実際にラットを使った行った方を行っています。ここではですね、東海ハイアボイダーという、東海大学で何世代も100世帯以上頸埋伏交配繰り返して樹立されたマウス、これは非常に頭のいい、ラットですね。非常に頭のいいラットなんですけれども、それで、アイゴナットを行いました。で、この、ラットではですね、特定のアミノ酸の、血中の濃度、もしくは、脳での濃度っていうものが高くなることが分かっていたので、そのアミノ酸の代謝酵素を、完全にノックアウトするようなラットを作ることにしました。で、最初はいくつか条件を、電気条件を振って、いいところを見つけようとしてたんですが、まあ、その中で、まあ、一番良さそうなところですね、実際に、この遺伝子が、ホモで、潰れているような、ラットを得ることができました。で、そういったラットでは、実際にその標的のアミノ酸の血中の濃度が下がっていることが分かりました。このラットでのアイゴナット法ですけれども、実際にマウスで使うものと全く同じツールを用いて、作成することが可能です。ちょっとした違いというのは、溶液の量だけ違いますね。マウスではだいたい 1.5 マイクロリッターを1卵管あたり使うんですけれども、ラットの場合ですね、2から 2.5 マイクロリッターぐらい使います。まあ、そのぐらいが違うぐらいで、あとは全部同じような、ステップで作ることが可能です。はい。で、マウス、ラット以外ですと、ハムスターでの成功例があります。これは理研 BRC の小倉先生たちのグループなんですけれども、アクロシンの遺伝子に対してハムスターでノックアウトすることに成功しています。で、重要なのはハムスターっていうのは受精卵が非常にですね、光感受性が高くて、体外に取り出してしまうと発生させることが困難だということが知られています。まあ、そういった動物で、まあ、アイゴナット法を用いると卵管の中に受精卵がある状態で処置できるので、非常にこう、ハムスターに適した方法であるというふうに、アイゴナット法は適した方法であるというふうに、考えています。はい。まあ、ここまでのまとめですけれども、体内にある卵管の中にあるその受精卵に対して、エレクトロプレーション、インビボのインシチューのエレクトロプレーションを介して、ゲノム編集試薬を、受精卵に入れて、ゲノム編集動物を作成することができるということが分かりました。また、最もその、ポピュラーなマウス系統であるブラックチックストレインでの条件検討最適化にも成功しました。またその500ベースまでの長さの SSDNA を用いたノックインであれば非常に高い効率でノックインすることが可能だということが分かりました。その時に合成していただいた、まあ、スクリプト社から合成していただいた SSDNA を用いて簡単にできるということが分かりました。で500ベースぐらいあれば、ある意味こう短いエクソンの配列を挟んだフロックス配列を入れたりとか、あとはマイクロ RNA のカセットを入れたりとかっていうのに十分な長さになりますので、目的に応じて、いろいろな、さまざまな使い方ができるかと思います。また、アイゴナット法に関しては、マウス以外にもラットやハムスターでの応用例が報告されていて、今後、また別な生物種でもできてくるだろうなというふうに考えています。でアイゴナット法のアドバンテージですけれども、一つはその、使用する動物数を削減することができるということにあるかと思います。例えば、そうですね、偽妊娠動物を準備する必要がないということがありますし、あとはまた、そのメスマウスですね、を全くサクリファイすることなく、犠牲にすることなくゲノム編集動物を作れるということもありますので、動物愛護の観点からも優れた方法であるというふうに言えるかと思います。で、もう一つは、非常にシンプルな、ステップがシンプルなんですね。なので、
従来法のように難しい技術も必要としないし、対外での配送差も必要としないということで、ちょっと習えば、誰にでもゲノム編集動物を自分自身で作ることができるというようなことが言えるかと思います。まあ、実際にですね、卒業研究の学生さんですね、4年生とかの学生さんが自分が使用するゲノム編集動物を自分でアイゴナット法で作りましたというような報告をいくつも聞いています。今後、もっと多くの研究者や、等に利用されていくんじゃないかというふうに、期待しております。で、プロトコル等の詳細に関しましては、このように論文で、これまでに発表しております。またレビューや、あと、ちょっとしたコツに関しても、このような雑誌で紹介していますので、機会があったら、ご覧いただければと思います。また、アイゴナット法に関しては、国内外でワークショップや、講習会等を、開いてきました。で、残念ながら去年はですね、コロナの感染拡大の影響があり、すべてがキャンセルとなってしまったんですけれども、また、少しずつ再開していきたいと思っていますので、ぜひ機会がありましたら参加いただければというふうに思います。はい、以上になりますが、アイゴナット法の開発および改良に関しましては、ここに挙げた先生方の協力のもと、行われたものになります。この場をお借りして、お礼申し上げます。ご清聴ありがとうございました。大塚教授、貴重なお話をいただきありがとうございました。ご質問やシングルストランド DNA に関するお問い合わせなどがございましたら、チャットボックスにご記入をお願いいたします。後日、メールにて回答させていただきます。GenScriptでは、さまざまなウェビナーを随時開催しておりますので、ご興味がございましたら、ぜひご参加ください。それでは、これをもちまして、本日のウェビナーを終了させていただきます。お忙しいところ、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。